はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。えっちゃん様、ニクティス様、向原治様、シュウ様、サワダー様、イケンネコウヨ様、大宝様、二輪で自由人様、ゆうや様、進む様、どっこい様、マキ様、マーヤ様、コムゾウ様、アトマク相馬ヨシヒコ様、ケンジロウ様、クロセ様、ヒロト様、ケロッピアットマークファミマ様、ワタル様、タカオ様、18ハロン様、ヨシタカ様、ゴン様、エメット様、バーチー様、ハルカ様、アキラ様、エツコ様、ヨウスケ様、ヒデキ様、ヘゲモゲ様、大久保様、ヨシカツ様、マサヒロ様、ヒデコ様、玉椿様、ひさな100321様、ライムライチ様、アブシャン様、ダビエル様、ノンタロウ様、リカ様、ハラパン様、チズ様、マコト様、キクラゲ様、ユイチ様、ヤマトマナブ様、デイちゃん様、マサル様、マッタリ様、サザレシ様、安田様、ヨシノリ様、ヤマモス様、東様、サトシ様、田村様、柴田様、ユキ様、ナオミ様、森田、マチ様、ケイコ様、ナミガエシ様、藤野様、ジン様、学文、ガブくん様、ワッチ、ワチ様、スタトレ様、イカれる親父様、幼長様、ニュー大阪近畿中部本部長様、サンポール安田様、ヨッシー224様、直国様、たけし様、しのぶ様、夏木様、正論様、テディーボマー様、ひろし様、鈴木様、のりこ様、けいこ様、まさひと様、てつや様、かずなが様、松本様、新島様、ひまわり様、千葉の関西人様、ゆぽぽ様、チキンジャパン様、うりならまるなら様、げんぼうし様、ビエント様、ヘビーヘビ様、デコママ様、タクタグサム様、てるこ様、いいちこ様、杉山様、ミッキーイリュージョン様、エムナナシ様、ハチイヌ様、カゼッキー様、雨が濡れている様、チャマ様、タカ様、桃太郎229様、カズミ様、マセキ様、スミオ様、アツシ様、ヒロノリ様、タキシ様、沢村カニ様、中様、ヒデノリ様、琥珀様、ハッチャン様、東京じいさん様、にゃんこ先生様、カコちゃん様、ジョニー19891様、証券一郎チャンネル様、ご支援ありがとうございました。多くの方にご支援いただきました。何度もご支援いただいている方も、初めてご支援いただいた方も、ありがたく頂戴して、河野太郎との法廷闘争資金にさせていただきたいと思います。政治活動にも使わせていただきます。誠にありがとうございました。にしてもですね、大臣で総理候補が一般人を訴えるっていうね、結構なネタなのに、マスゴミどこも報道しませんな。やっぱ太郎は連中のお仲間ってことなんですね。中国共産党の子分つ子分仲間っていうことなんだろうな。かばってかばってかばいまくるっつね。百田直樹さん、がんを公表。手術の日も決まったそうで。ぶったまげました。昨夜見て。治るでしょう。と、今はお元気。2年前にですね、CT になんか映ってて、精密検査を勧められたが、放置してたんだって。あららー。動画見ましたけれども、動画でそうおっしゃっておりました。何にせよ。手術の成功とご回復をお祈りしております。私の肺がんを治した現代医学を信じております。百田さんになんかあったら日本の正常化が遅れるよね、確実にね。日本という超個体がですね、パヨ、左翼という寄生虫を今治して退治して正常化、治療中だから、この治療が遅れますよね、百田さん。なんかあったら。だから、百田さんに何かあっては困るのである。それ以前に、回復祈ってますけどね。小野田君参議、子宮筋腫で子宮摘出手術を受け、
年末年始は休養すると、発表しておりました。お大事にどうぞ。あらららららら。なんかあれですね、こっち側の陣営の重要人物が体調を崩してますね。ワクチンのせいが湧いてて、迷惑されてるそうです。子宮筋腫になったのはワクチンのせい、ですが、何でも5年前からあるって分かってたなんて、で、ワクチン関係ないって反論されておりました。全部摘出、子宮全摘ということで、優秀遺伝子のお子さんは残念ですけれども、私がとやかく問題ではないし、デリケートな問題すぎて何も言えねえなぁ。サロゲートマザーっていう映画ありまして、昔、どういうことかというと、子宮を貸す女性、受精卵をですね、受精卵を子供にまで育てるっていう役目、する女性、とか使えば、あるいは、と思うんですけれども、まあ、ちょっとデリケートすぎて言えないな。柿沢未途前法務副大臣逮捕。江東区区長選の選挙違反で逮捕の予感があったのか、今月14日に自民党を離党してました。200万円を運動員に渡してたのと、選挙期間中にネット宣伝したのがいけなかったみたいであります。世論です。自民党腐ってんな。年末年始は家族で過ごせなかったのか。留置所ですね。逮捕されたらとりあえず警察署に、作られている留置所にぶっ込まれて、そこから地検に、の通うんですけれども、留置所で、警察署内で刑事調べっていうのが3回から5回、で、バスに乗って東京地検に行って検事に調べられる、調書作られるのが3回、ですね。20日ぐらいかかります。法務副大臣ですから、いきなり東京拘置所っていうか、あれなのかね、警視庁本庁、これだとですね、警視庁本部にも留置所ありまして、ここに入れられるとですね、地検すぐですから、バスにあんまり乗ってなくてもいい、拘束時間が短いという利点がありますけれども、この人は直接配ってたから言い逃れできないパターン。税金滞納する財務副大臣とか、選挙違反する法務副大臣とかダメじゃん。選挙期間中にジュースを差し入れ、運動員に限らず誰でもアウトであります。運動員からもらってもダメ、あげてもダメ、何人も。ペットボトルのお茶や水アウトであります。これは商品価値があるものはアウトなんだな、店で売ってるものは。誰かが入れたお茶とお茶菓子、これはセーフ。選挙事務所なんかでお茶入れて飲むんです、これはセーフ。食事をおごる、本人もいて数人止まりだったらセーフ。家族とか、香典、本人が行くほど親しいならばセーフ。代理で秘書が行ったらアウト。柿沢水戸議員ね、調べたら党を渡り歩く節操なしの政治家でした。 NHK 職員だったのね。で、無所属で、立候補して、民主党になって無所属になって、みんなの党になって無所属になって、唯の党に入って、維新に入って民進党になって、希望の党になって無所属になって、自民に入って今無所属で逮捕と。元 NHK で変な人ら、和田立花池上と、こんな感じでしょうか。すげえな、この人は。渡り歩いた党の数が半端ないですね。自民もこんな節操なしをよく公認したと思ってね、入れてやったと思って。公選法違反で有罪ならば、5年間公民権停止で出馬できなくなりますね。立候補できなくなる。今52歳で年齢的には復帰できそうだけど、自民は復帰認めるんだろうか。数年後は自民はそんな節操なしなんだろうか。見物であります。特捜部、裏金の件で清和会、大野安忠参議院議員、64歳の立ち寄り先をガサ入れ。罪に問える直近5年間で約5000万円の不記載で脱税してたって、金額まで分かっちゃってんじゃ、これは証拠をさらえてますね。毎日記事、国会議員会館にまで家宅捜索が入ったことに、与野党、与党内は騒然とした。年末年始の地元周りを控える議員たちは、針のむしろだ、と頭を抱え、岸田総理の、政治改革に向けた動きの鈍さを批判したと。世論です。よし、増税だ。ざまあとしか。
投票で自民に対して報告をしないとダメだな。細田さんが亡くなって特捜部が元気いっぱい。これで逮捕できなかったら検察が何らかの責任取るべきだよな。年末年始の後援者への挨拶回りが地獄で草。ああだそうで。そりゃいろいろ聞かれるからな。私はやってませんって言い切れる議員がどれだけいいんだろうね。辺野古基地地盤改良工事の知事承認を予定通り国が大執行いたしました。1月12日着工するって。さようならデニー、あなたのことは忘れない。もういらないあなたは。世論です。オール沖縄どうすんのこれ。あえて言おう、ざまであると。はいはい、座り込み座り込み。パヨは法律を無視する。外国だったら非免化粛清食らうな。デニー怒りのオール沖縄連帯オール沖縄連帯。デニーのハンコいらんかったんや。工事妨害したらマジで内乱罪行くだろう。地方自治法、国が自治体に委ねている法定受託事務の管理や執行で自治体に法令違反や怠慢があり著しく公益を害する場合、勧告や指示、提訴を経て大執行できると。デニーはですね、法令違反や怠慢があり著しく公益を害するって認められちゃいましたね、あの最高裁にね。めでたいな。史上初の大執行で違法行為を良しとするパヨの栄養に、なったわけですね。次は工事を妨害してですね、排除される絵を取って国が我々を弾圧していると訴えるに重音ですね。持ってないけど。27日肺炎療養から復帰したデニー記者会見。辺野古の新基地問題は国と協議し対話によって解決を求める。何年経っても承認できないものはできない。それに尽きる。情報がないんだったら話し合い無駄じゃん。知り滅な質なこと言いやがる。譲る気ねえのになんであの対話で解決なんだよ。それはすなわち俺の言うこと聞けっていうのを丁寧に言ってるに過ぎないですねこれね。世論です。絶対に譲歩する気がないやつが言う話し合いで決着するってどういう意味だよ。判決にも従わないのに話し合い。話し合う気があるならそもそも訴えんなよ。基地建設を妨害したいだけだ。お前が先に対話を放棄して国を訴えたんじゃん。できねえものできねえって話し合っても無駄だし、どうやらデニー側がね、話し合いを先に放棄して訴えたと。そして惨めに負けてその判決に従わないと。法を守らなくていいものって認識してるくせに訴訟って法のあの力にすがるって意味わかんないですね。自分らに都合がいい判決が出た時だけ大はしゃぎするんでしょうね。子供かっつうね。パヨの英雄の知能レベルが広く世間に知れ渡ってよかったんじゃないでしょうか。住民の2割が外国人というですね、群馬県大泉町、町職員採用要件から国籍を撤廃しました。外国人も採用すると発表。村山俊明、町長61歳。町の学校で共に学んできた一方で公務員の受験資格がないのは理不尽だ。通訳としても期待している。憲法違反って分かってんのかなこの人な。世論です。乗っ取られた。なんで地方はこんなにお花畑。外国人が多いからこそ役所は日本国籍に絞っておかないとあかんやろ。これは一人入った外国人が外国人を呼ぶパターンか。こうやって乗っ取られていくんだね。憲法全文、日本人の日本人による日本人のための政治。国政は国民の代表者がで、あの下りですね。国政だから地方はいいんだ。外国人に参政権よこせって言ってるのがパヨですね。ですけれども憲法に書いてある全文に書いてある国政ってのは我が国の政治はって意味ですからね。私はそう解釈しております。だから地方も国も関係ない。行政権の執行者たる公務員ですね、外国人にを当てるのは日本人による政治に違反してんだよね。あの執行者、日本人が行う、日本人による、今のパヨってる裁判所はこういうのを許すんでしょうかね。住民のどなたか意見訴訟してくれんかね。豊島区はあの外国人比率が約1割だが外国人雇おうかって話になったことないですよ。多分この町にあの職員のなり手がいなくてやむえずなんですかね。だったらあの給料上げて募集しろってね、名古屋もあずまっからさ。その他のニュース、エース社員の離職に悩む読売新聞さん。 SNS で加速する岸田離れ。 SNS 内での内閣支持率は 14%。 そんなにあんのかな。右にも左にも嫌われてる気がしますけどね。東京新聞、望月磯子。林官房長官に政府が芸能界を監督指揮したらと提案し一同唖然。
それ、ソ連だよね。それ、北朝鮮だよね。さすがパワーで幼稚な反民主主義者だな。ソ連だの北朝鮮に憧れてるんでしょうね、これね。ボリショイバレーとか国営でやつだよね、あのソ連ね。栃木県とある家から盆栽21鉢が盗まれる。被害男性によれば一部がメルカリで売られてた。ベトナム語だった。不法滞在者による窃盗団の仕業ですかね。不法滞在者が犯罪者である確率は 100% です。公立小学校教職員の募集倍率が 2.3 倍、過去最低。モンスターペアレントとか、長時間労働とか、知れ渡っちゃいましたもんね。でもまだ2倍以上って結構人気なんだね。今後は子供がどんどん減るんだから、教師もダブつくんでは？韓国最高裁、自称徴用工の裁判で、新たに、三菱重工と日本製鉄敗訴が3件確定。残ってる裁判は約60件だって。で、自称原告は約1000人。1人1600万円払えて判決なんで、全部で160億円ぐらいになりますね。日韓基本条約でですね、問題は永久かつ完全に解決って合意してるんで、韓国政府が払うべき金です。通貨を押収してる資産の現金化しないのかなと。日本がライセンス生産したパトリオットミサイルを米国に輸出することについて、ロシア政府、ウクライナに供与されれば日本は重大な結果を負うことになると脅迫。嫌なんだ、聞いてんのかな。輸出先のアメリカがそれどう使おうと日本は知らねえよ。どうで使おうが知らねえよ。そんなの責任持てねえよ。インテル約 3.6 兆円かけてイスラエルに半導体工場を建設すると発表。なお、この工場を攻撃した場合はですね、米軍が守ってくる、参上してするみたいであります。日本に誘致できてたらな、残念だなという話。外国の企業とか工場があると安保に役立つんですよね。安保にね、まあ中国とかあのロシアとかの工場はあの逆ですけどね、安保に役立たないところか、いや、アジトにされて非常に危険ですけどね。というわけで、あの、河野太郎の裁判、1月15日に始まります。皆様、よろしく見守っていてください。あと、百田さん、治っといいですね。デトックスジャパン。